はい、ミシンチャンネルのミシンです。はい、てなわけで今回もやっていきましょう。恋バナ恋愛体験版15回目です。はいはい、もう気づけばもう15回目か。はい、まあ、前回はまあ、めぐり先輩といのりちゃんにね、2人してまあなんというかね、なんかこう詰められていましたがやっぱ勝手に詰められるような感じになってただけな気もしますが、まあその日のまあまだ帰り道かな今は。じゃあこの続きもやっていきましょうってなわけでレッツゴー。うん、ちぃ、貴様どうしてさっきからついてくるんだ。駅でタイガたちと別れてからもずっと俺の斜め後ろを黙ってついてくるちぃが気になってとうとう声をかけてしまう。だって帰り道一緒でしょ。そりゃそうだ。そういやそうだったな。家も部屋も隣な幼馴染ということを忘れがち問題忘れるなよ。距離が近くて遠いとこういうこともまあまああるのだ。あるのか。俺には未だによくチーとの距離感がわからないな。それは私だって同じ。同じにするなって。あんなに俺と知り合いなのバレるの嫌がってたくせに、そっちから詰めてきてるじゃないか。彼方は詰めてるように感じる？自覚ないのかよ。こういうところは昔からではあるが、しばらく見ない間にやはりなんというか、チーはだいぶ女の子らしくなっていて、妙にドキドキしちまうんだよな、チーのくせに。多分向こうは意識なんてこれっぽっちもしていないはずで、それが俺だけだというのがなんだかもどかしく、とてもじゃないが言葉にはできない。さすがに休みの日はジャージじゃないんだな。私のことはジャージ星人だと思ってるの？小さい頃は彼方なんてずっとジャージだったじゃん。ガキの頃と比べるんじゃないよ。そこの公園でよく彼方と遊んでた。砂場をそこまで掘る遊びな。爪の間まで汚して帰ると母さんに叱られるんだ。あの頃は楽しかった。なんだよ、今だって女子連中と楽しそうにはしてるじゃないか。うん、今も楽しいかも。だから比べられるもんじゃないってことよ。まだ昔のことを思い返してセンチになるような年でもないだろ俺たち。だけど気づいたら身長だって彼方に追い抜かされてた。さすがに地位より低かったことなんてないだろう、気にしてるんだからな。なんて取り留めもない話をしているとあっという間に家までたどり着いてしまう。帰り道もお前と一緒だと退屈しなくて済むからいいな。私一人の時は音楽聴いてるから。そう言って髪を持ち上げ、片耳にはまったイヤホンを意地悪そうに見せてくるち。そんなに俺との帰り道は退屈かよ。今度は片方イヤホン貸してあげるから一緒に聞こう。そんななんかちょっとドキドキな、なんかこうね、まあ、ワイヤレスイヤホンだろうけどさ、もうこの最近だとさ、もうあの コードのさついてるイヤホンで一緒に聞こうみたいなことはもう今はなかなかないかもしれないけど、それよりも結構ドキドキしない？やだよ、お前とは音楽性の違いでバンド解散したじゃん。そこで断るなよあれはカナタがギターの練習サボってたせい。本当にやってたの？家に着いてからもそんな無駄話が止まらないでいると、うわマジ、兄ちゃんがチーネと家の前で無限にイチャついてる。待てなんでそんなに嫌そうなの？お兄ちゃん傷つくんだけど。イチャついてはない、一緒に帰ってきただけ。母さん、兄ちゃんがチーネとデート帰りだって。あらやだ、今日はお赤飯ね。なんでここなんか、うちの家族テンション高いんだこんなに。うちのおかんはいつの時代の人間なんだ。誤解解かなくていいの？あまりにも骨が折れるし、どうせ寝て起きてたら忘れる、気にするだけ無駄だろう。そう、それじゃあまた学校で。学校では話しかけてこないでってば。
わーってますよっと。女心というものは難しいものだが、幼なじみ心もまた俺にはどうも理解不能である。難しいな。ぬぬぬぬ、なんだ。いつにも増してご機嫌ね、姉さん。年下男子が好きだなんて初めて知ったわ。ぬるる、やだな、いのりちゃん。とっても妹思いなお姉ちゃんの気持ちがこれでもまだ伝わってないなんて。そうやってすぐ抱きついてくるのやめてちょうだい。私は姉さんの抱き枕じゃないのよ。いいじゃん、減るものでもないんだし。それにお風呂上がりだよ、いい匂いするよ。シュンシュン。どうして私の匂いを嗅ぐのかしら。いのりちゃんが悪い男の子にマーキングされてないかちゃんと確かめておかないと。そんなことあるわけないでしょ。姉の心、芋知らずか。何したり顔してるのよ。人ってわからないものだからさ。そんだけ嫌ってても気づいた時には好きになってたりするもんだよ。ますます理解不能だわ。ありえない、それこそ天地がひっくり返っても。いや、姉さん何をするの。天地ひっくり返ったでしょ。いきなり妹をソファーに背負い投げするのはどうかと思うわ。そんなことになってたの。いのりちゃん、吹いたら飛んじゃいそうなぐらい軽いんだもの。もっと食え食え食え。そして食えたところを私が美味しくいただきます。もういよいよ姉さんのことすらわからなくなってきたわ。それは大変。今夜は一緒のベッドで姉妹仲良くおねんねしないと。おやすみ姉さん、鍵閉めておくから。釣れないな。まあそんなところが世界一可愛いんだけど。姉さん、いい加減話してくれるかしら。もう眠いのよ。いのりちゃんのほっぺたズリズリ。やばい、キモすぎ。まんざらじゃないくせに。素直じゃない私の妹ちゃん、最高に可愛い。もう食べちゃいたいぐらい。本気に聞こえて怖いからやめて。私はいつだって本気なのにな。いいから話して。我が愛しの妹よ。なんか髪によだれついてるんだけど。お姉ちゃんと一緒にお風呂入り直す。待て待て先輩、あの話が。もう寝るわ。いのりちゃん、おやすみ。あんまりしつこくするといよいよ嫌われちゃいそうだから、これぐらいで勘弁しておいてあげよう。うむ。私の可愛い可愛い妹ちゃんをそうたやすくは渡さないんだから、覚悟しておくんだね。ギュルル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 。みつおは大変そうだな。くん。行き場のない感情を愛犬のゴンタを目いっぱい抱きしめて発散する。自分のことも考えといた方がいいのかな。くん。君それしか言わないじゃん。気軽に恋バナできるお友達が欲しいこの頃。なるほど。まあ同級生いないもんな、今出てきた中に。体験版はここまで。次回予告。やめて、私のために争わないで。私たち姉妹とのデート券を手にするため体育祭で活躍しようと頑張る男子たち。お願い、イライラしないで。いのりちゃん、勝手に巻き込んだのは悪いと思ってるけど、これもまた姉からの愛だと知って。ライフはまだ残ってる。ここを耐えればいのりちゃんと結婚できる道が開けるんだから。次回、激闘体育祭編、デュエルスタンバイ。にうまくいかないものですね。トコちゃん忘れてたわ。はあ。
朝プロジェクト。はい、恋バナ恋愛帰ってきました。まあそうですね、いかがだったでしょうか。体験版ここまでとなります。いやー楽しい。いやマジで勢いがすごいところもさいっぱいあったけど、いやでもなんかこの先気になる感じがすごいよね。なんかとりあえず少なくとも体育祭編があるということでどうなるんだろうね。まあ本当にさ、まあ、この、前回も言ったけど本当に三尾とかなたがちゃんとねデート券をゲットできるのかどうかといったところでございますね。もうちょっとその一悶着がすごい楽しみで仕方がないよね。いやーでもなんか本当にさ、なんかこの作品のさやっぱ面白いところはさ、なんかこう主人公以外の男子まあ野郎どもがさ本当になんかいいよねキャラが。なんかさもういなんかこうそれぞれがもうなんだろう主役級というかさ、なんかこう普通に主人公役でなんかその視点でありそうな感じのキャラばっかりじゃん。ちょっとなんか偏屈でなんかイケメンだね、イケメンだけど偏屈な主人公とかさ、ちょっとなんかこうおバカだけどなんかこう脳筋バカみたいなタイプの主人公とかさ、それこそ三尾みたいなちょっとメガネでちょっとクールぶってっけど結構おバカみたいなさ。まあみんなおバカなところはおバカなんだけど、いやなんかこういいよねキャラが立ってて、そんなさみんなの恋愛まあそれぞれね相手はだいたいまあ誰が誰とっていうのはねなんか見えてたと思うんですけども、まあタイガとフミさんとかさ三尾といのりちゃんとかで、まあトキヤとミヤはどうなのか分かんないけどね、あそこが一番分かんないよね。なんかいつどのタイミングでどう転ぶのか分かんないけど、まあそれをねちょっとこれから先はね、体験版までしかできないので、ぜひぜひ気になった方は本編の方をね、まあ、やってみていただくということで、私もね先日、本編の方というかね製品版を買いましたので、まあ、それはそれでね、個人的に楽しもうかなと思っております。まあね、うん、なんか、うん、クリアしたらまたなんかちょっと喋ることはあるかもしれませんが、まあその時はねちゃんとネタバレありになるか、まあなんていうかネタバレしない程度に楽しかったよっていうことをお伝えする感じで喋るかもしれませんが、まあそれはそれでね、また機会があればといった感じでございます。いやーどうだったでしょうか。まあ珍しくね、今回は体験版を全まあ大体15パートくらいになったと思います。いやーまあ最近ね大体100パート超えるような実況ばっかりだったので、まあこういうねちょっとした単発もねたまにはやってもいいかなと思って今回はやらせていただきましたが、どうだったでしょうか。まあね今後も、何かしらちょっと俺もね個人的に気になるなこれって思うやつとかビビッときたものがありましたら、まあ製品版全部はできなかったってなった場合は、まあこうやってね、体験版の部分だけでも一緒にね楽しめたらなと思いますので、また次回以降もお楽しみいただけたらなと思います。いやー本当にね楽しいなこういうの、なんかもうこういう学園生活最高だよね。なんかもうなんか本当に なんかだからなんかさこの今さバックで流れてる音楽をさ聞いてさマジで泣きそうだしさ、製品版買ったらそのサントラ入ってたんですよ、その豪華版の方ね。だからまあ本当にいいなって思いながら私は最近それをばっかり聞いております。はい、てなわけでまあ大体言いたいことは全部言ったかな。また、次の動画でもぜひぜひお願いいたします。まあ継続してねやっている方の実況もそちらはそちらでお楽しみください。てなわけで今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でもぜひぜひお楽しみください。ではではバイバイ。